早稲田大学卒業して今ベンチャーで働いてるオクラです。ここにずっといて自分がどうなるか分かんないなみたいな。大丈夫。おはようございます。おはようございます。自己紹介お願いしてもいいですか。早稲田大学卒業して今ベンチャーで働いてるオクラです。学生時代は受験系の YouTube をやってて、今はここで新規事業の立ち上げの責任者やってます。じゃあ今日の予定を教えてもらってもいいですか。はい、今日は、101があったり経営会議とか、その新規事業のメディア作るその発信のことやったり、うん、会議があったりで、今日9月の最終日なので締め会があるので、それもやっていきます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、頑張ります。いや、そっち側になったら僕も見て見ぬふりをしてしまう気がする。でもどうありたいの自分。いや、それはもう最高の理想。最高の理想はそりゃ理想の自分のかっこいい自分になりたいじゃん。うん、胸張っていきたいですよね、やっぱり。めっちゃ仕事ができなくて、この1週間ぐらい企画がうまく進まないとか、懇親会とか、結局すでにちょっと待ちとか、何人目の社員？私5。5人目の社員、うん、そこで働いててベンチャーらしいなって感じたりします？全部全部。具体的にどこら辺？まず9月の頭に新規事業立ち上げ責任者になってるところでしょ、うん、新卒1年目で。そうだね。ともうほんと全部やってるから、名前だけというよりも全部やらなきゃいけないことを自分で見つけるところから全部だから、うん、そういうとことか、うん、あとそのやりたいことなんだよね、この事業が。あ、キャリアコーチングが。そう、ずっとコーチングを仕事にしたくて、私はこういうのやりたいって言ってたことを形にしていってる感じが、うん、もう超ベンチャーだなって。あ、ベンチャーのいいところ悪いところを聞きたいんですけど。私はその他を知らないからダイアリーのになってしまうかもしれないんですけど、いいなと思うところは明らかに自分でこう作っていけるから、これ違うんじゃないと思ったら全部変えていける。マニュアルとかが整いすぎてないからこそ、うん、もう自分で作っていけるみたいな。そうだね、作っていける。マニュアルだけじゃなくて、そう、会社のルールとか、うん、風土とか自体もそうだから、働きづらいなと思ったら言えばどうにかなる可能性が全然あるっていう。逆に、ここはちょっとみたいな不満とかあります？自分はもう今はないけど、うん、初めはここにずっといて自分がどうなるか分かんないなみたいな時はあって、うん、会社に入ったらなんとかなるんだと思って、うん、勝手にこう出力もついてみたいな。確かに、レールにさえ乗ればみたいな。あ、そう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 。いや、レールなんてないし、結局自分がどうしたいかで、うん、初め時間決まってなかったのね。修行が決まって、うん、お尻決まってないわけ、うん、で朝だけ決まったならちょっと下も決めてほしいかも。今日それ言えなくて、うん、こういうぐらいには丁寧にして、うん、みたいにしたいみたいに言ったし、うん、その言ったことをちゃんと組んでくれて、それが反映されたんですか、自分の意見が、うんうん、そんなに簡単だったんだと思って。未完成だからこそ、こう自分の意見を出せば出すほどそれが反映されていくっていう面白さはありますよね。意見出すのが善だから。確かに。でも、めっちゃフラットだなっていうのはすごい思います。この組織マジフラットです。マジフラットですよね、うん、全員フラット。ずっとこういう組織がいいわ。なんで階段で行くんですか？何でもなんかないけど、運動不足すぎて。あ、普通に歩こうかな。意識が高いですね。で、今日スーちゃんと走行で。そうだね。かわいい。どれにする？何食べる？焼肉でしょ？焼肉？よし、焼肉にしよう。お疲れ様です。お疲れ様です。スーちゃんとイナ君から見た、はい、オクラちゃんの印象を教えてほしいです。同世代の人で今まで会った中で一番すごい人っていう印象があります、めっちゃすごい人やそれ。どういうところがそう感じますか？オカナのすごいところは、うん、信じる力。宗教みたいですね、具体的に。宗教みたいな感じなんだけど、例えば絶対自分は何事も成功させることができるってめっちゃ信じてるじゃん、うん、信じてるだけじゃなくて、実際に自分でなんか YouTube やってさ、それもちゃんと結果残してるのもすごいし、うん、あとは食いしん坊とか。あ、確かに食い意地がすごいですよ。食べ物大好き。確かに。あと分かんない、誰に対しても態度変えない。いや、ほんとそうですね。そこはすごい、それすごくない？本当に、うん、誰に対してもなんかいいところ探そうとするし、うん、だからコーチングやってるっていうのもあると思うんですけど、うん、そこはすごいなと思います。嫌われないと思う、岡田のこと嫌われていないと思う、うん、みんな大好き、うん、なんか稲くんが言うと急になんかキモい。稲くんから見た、はい、僕から見た奥田さんはもうバリキャリエンジェル。バリキャリエンジェルですか？女神って感じじゃない？うん、確かに女神ですね。バリキャリ女神ですね。バリキャリ女神。コミュニケーションの取り方とかも
仕事の進め方も全部うまいんで、うまいよね、バリキャリだなと思いますね。大和か旬ダイエリーとキレイジャンプの2つのところで何なんだ、ここ立っていただいて、こんな感じでやってる。どういう何だったの。第2回対面での締め会、9月の締め会始めます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあはい、始めたいと思います。まず、私の作りたい世界を一言で言うと、自分の人生を自分でクリエイトして最高に楽しむのが当たり前の世界を作りたいです。なんですけど、私は心から思うんですけど、自分だけここにいて、私だけ自己実現に向かって走ってても、心から幸せじゃなくて、やばい、泣きそう。周りの人もやばいやばいやばい、みんなで幸せになりたいと思います。だからみんなで幸せになりたいし、それに向かっていきたいから頑張りたいなと思いましたっていう話ですね。はい、終わりです。私の作りたい世界でした。素晴らしい、ありがとうございます。くらちゃんが今やりたい夢みたいなのって何なんですか。個人的な夢は、なんかもう周りの人もみんな幸せにしたい。家族とか友達とか大事な人含めて、例えば幸せじゃないと思ったら、それは私も幸せじゃないの。なんかお金に困ってるとか、仕事が楽しくないとか、そういう状況を全部解決したいんだよね、私が。が夢かな。もちろん自分はその体現誰よりもしてる前提でね。自分だけじゃなく周りの人も。で、だからそれを仕事に落とし込むと、コーチングっていうところはもう全部包括してると思ってるのね。思考の癖だったりとか、自分自身に向き合うことって、普通そんな時間取らないし、機会もないから、みんな感情のことなんて忘れて目の前のことに忙殺されてるのが今だと思う。でそこで、本当は自分何がしたかったんだっけとか、それ叶えるためになんかどうしていこうみたいなところを一緒に考えて、みんなで作っていけば、マジで世界は平和になる。私はそのコーチングっていうことで救われた人間でもあるから、その元のところからめっちゃ考え変わったりとかしてるから。それはなんか誰かのコーチングを受けてってことですか。受けたことももちろんあるし、セルフコーチングみたいなめっちゃ勉強して、手帳でずっと一人でやったりしてたから、そう病んでた時期、で元気になったきっかけもそうだし、私はそうやってきた方法があるからさ、でそんなんシェアしたいじゃん。確かに誰でもできると思ってるから、それを伝えていきたい。実際に人生変わる人とか、しんどいなって思ってる人が楽しく生きれることってもう超価値だと思うから、それをやっていきたいです。ありがとうございます。じゃあダイアリーとしてなんか目標みたいなのあります。ダイアリーとしては今言ってたのは、事業を通してお客様にっていうところだったけど、会社を通して会社いる人全員そうなってほしいなって思って、それぞれが輝いてやりたいことをやって、自己実現も兼ねて誰よりも体現しながら事業を大きくして、そしたら大きくしたらそのお客様がいるわけだから、この人たちもみんな自己実現できて思い出してます。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。今日はどうでした。一日、まあ、今日も充実してたんですけど、言うても地味じゃないですか。まあ、確かにやることも全部地味なんですけど、私も辛いというか、ぶち当たることもあるけど、今日はこの積み重ねが、いろんな人の人生変えるきっかけになってると思って、確かに頑張りましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。ここで旬ダイアリーからお知らせです。ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思っている就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。